休みに早く目が覚めてしまったので、自分のことを投稿してみる。自分は高学歴で有名企業の共働き夫婦の間の一人っ子だ。母親もエリートコースで、自分は生後半年から保育園育ち。お迎えはいつもシッター。両親ともに毎晩夜中。自分の食事は家政婦。両親の顔をめったに見ない生活。両親も共に会ってなかったみたいだ。そんな夫婦はうまくいくはずもないが、対外的な対面のために婚姻関係を続けていたみたいだ。それでも、とうとう、自分が中学受験に合格した後、離婚の話が出た。お互い足でまといな自分はいらないことは一致していて、親権を押し付け合う罵倒を夜中に繰り広げていた。冷めていた自分は、夜中に話を盗み聞きして二人の元に行き、一人暮らしをするから、自分の口座に金を入れろ。親権はどっちでも構わないが、自分が一人暮らしをしていても、世間におかしく思われないように、どちらかの親と一緒に暮らしていることにしてくれ。学校の面談とか、どうしても保護者が必要な時だけ連絡するから、あとは一切会わなくてもいい。これを拒否するなら、お前らの会社に行って子供を捨てたと言いふらしに行く。テレビや新聞にも言いに行く。と、もっと幼い言い方だったかもしれないが、こんなことで脅迫してやった。結果、父親が親権を持ち、父親名義のマンションを購入して、そこに一人暮らしをすることになった。家事は、通いの家政婦が雇われた。学校は、自由な校風の学校だったので、高校卒業するまで、親が、仕事が、忙しくと面談も一人で受けられた。そのため、書類を書いてもらうときに、父親が実際、住んでいるところに郵送して返してもらう以外、親と接触は一切なし。長期休みも、家政婦が家事をしに来るまで、いつも一人。一人暮らしがバレないように、友達も遊びに来たさせることを禁止されていたし、警察沙汰になると、親が呼び出しになるため、貧困法制の孤高の優等生を演じてきた。20歳になった時に手切れ金としてまとまった金額と住んでいるマンションが父親から贈与された。これも脅し取ったようなもんだが、今28歳だが、就職する時の保証人にサインしてもらって以来、接触はない。多分、これからもどちらかが死なない限り。母親は22歳まで毎月振り込みがあったので、生きてはいたとは思うが所在不明だ。こんな自分は一生結婚することはないと思っている。大学では結構弾けて友人はいっぱい作ったが、こんな生い立ちは誰にも話したことはない。彼女もいたこともあるが、深い話はしたことはない。